ミミクサーナクサオペロリンチョ、どうもペロイナシクです。うまいものだけ最初に世界一さんでございます。帰るのだいや、うまい棒のやつだ。うまい棒のやつだ。ちゃんと突っ込めよ、お前ら。名前わかる。うまい棒、チーズ味のうまい棒のポーズすなよ。何がわかんねえ。うまい棒、エモンなんや、これ。うまいもんす。ということで、今回なんですけど、昔からね、おなじみのこのお菓子、うまい棒、注文があるんだ。いやー、今からスタッフが1本選んでくれます。はいはい。で、それをみんな一口食べていって、まあ、目隠し食べて、味を当てます。ここに一致させたら、まあ、1回。これをあと3、もう連続で3回正解したら企画終了ということで。味に自信はありますか、皆さん。下に自信はありますよ。うまい棒なんて、何で食ってんねん。あら、どういうことそれは。いや、でも普通にもう高所得者やから。うまい棒あんま食べない。俺食って、お前食ってんねん。俺も未だに食うな。俺食ってないっすよ。Quand t'es venu dans la rue, un copain. プロさんは、はい、余裕ですか、もう。まあ、余裕じゃないですか。もう結構幼少期はめちゃくちゃ食べてきたんでね。あー、なるほどね。はい。本番にまずい棒つけてんのに。うまいよ。うまいか。まあまあ、じゃあ早速企画やっていきますか。はいはいはい。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー、やっていきましょう。なんすか、新しい。それでは皆さん、1本目いくんで目隠しつけてください。これでまず難易度決まんな。それでは1本目、こちらでいきます。うまい棒ってまだ10円ない。いただきます。ん、いただきます。あ、もう分かった分かった。待って、これ関節キスってこと。はい、それでは目隠しを外してください。どうぞ。ちょっと待って、マジで苦手やわ。あー、負けましたよ。めっちゃ難しい。わけわかやん。え、難易度わけわかやん、これ。嘘でしょ。これか。お前自信あるの、これか。自信しかないっていうか、それ食べてましたやん。え、これか。はい、じゃあみんなかけましたか。はい、かけました。一斉にいきますね。せーの、明太子味。トロールの鼻水。あ、マジ。ちょちょちょ、ハリーポッター大好きオタク食うやんけな。え、今日そういう日やん。めっちゃ顔見てる。おい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 、ビーチたまたま倒してベチャってなってる時のトロールの鼻水。長い長い長い。無視無視無視。楽しいな、お前。無視や、楽しいな、お前。やっただけで楽しい。じゃあ正解お願いします。正解発表します。はい、皆さんがただいま食べたうまい棒は野菜サラダ味。えー、わからんわからん。おいしい。これやばい、これあかん。誰もなんもちゃうやん。やばいぞこれ。でも、もう覚えたから野菜サラダ。確かに。まあ、じゃあ次行きますか。それでは目隠しお願いします。うわ、これ長いやつや今回。あ、これやばいわ。うまい棒マジかよ。ちょ、俺もいや、1ミリもサラダマジせん。野菜マジ。それでオールあるってこれ。それは2本目、こちらでいきたいなと思います。それお前ちゃんとしような。これは簡単やわ。マジ。うん、これはやばい。えっ、ボケだっけ。素晴らしい。あー、オッケーオッケーオッケー。さすが、あんま言われへんけど。うん、さすがやな。まず位置は角度だよね。いくぞ、せーの、コーンポタージュ。これはもうケルベロスの唾液。ちょ、お前お前、本当に賢者の石好きやな。やめてくれよ、お前。もうやめとけよ、みたいなふりや。じゃ、大丈夫。もう、あんまり出たや。そのうずいなって時に出せよ、お前。ここ当てんかった、すごいで、お前。正解は、コンポタやろか。コンポタやな。コンポタ味。あー、うわー、マジでうまかった。何回も食った味やもん。じゃあ、今から4人で頑張って合わせて。1で、1で、もう次から、ガチだ。それは次、こちら行きたいなと思います。俺は、うん、そばか。こんな味ちゃうか。うん、思った。待って、なんかやってるやん。うわー、びっくり。うわー、うわー、死ねるんだな。おい、ちょ、やれてね。俺のせいすんだよ。俺の前に2人おんでるの。気楽長かった。かけましたか、皆さん。はい。じゃあ行きます、せーの、チーズ。あ、リッチのチーズ。お前、ふざけんなよ。よう言えたな。お前はどうしたの。じゃあ、でも味がなかったよ。正解はプレミアムうまい棒モッツァレラチーズ&カマンベールチーズ味です。食感が全然違う。うまっ、ふわってきた。プレミアム、ふわっ、ふわってきた。リッチも当てよう。いや、マジやばい。一問じゃない、三問や。一問とりあえず当てよう。じゃあ次、こちらでいきます。落ちるよ。
これこんな味すんねや。確かに、うまい。なんじゃこりゃ。まずだけさ、ごったよ。歌で血出てるねん。なんじゃこりゃ。書きました。はい、いきますね。せーの、レモン。お、これは、これは一致でしょ。やっと一致やった。いじるくらいレモンやった。それでは正解発表します。はい、正解はレモン味です。よしよしよし、これ遅いぐらいやん。そうやな、このまま終わろう。これで終わろう。これで終わろう。これで終わろう。今回で続いてこちらでいきます。これはこれ、あれ、どうしよう。わかるわかるわかる。ちょっと待って、わかるわかるわかる。あれやねんけど。あ、そう、もうこんなんこれ、これや。まあ、癒やし、癒やし、なんかもう後味。うん、もう書きましたね。はい、はい、いきます。せーの、納豆。え、和風ステーキ。やばいやばいって、お前。やばい。それは正解します。はい、正解は納豆味です。すいません。めっちゃお前は超すぐやってんな。うわ、今なってれたな。いやごめんごめん。最後、粘り気ちょっと感じないと。粘り気とかあったんや。あったよ。マイク押してくれた。こんなもん秒や。せーの、たこ焼き。たこ焼き、たこ焼き、たこ焼き。よしよしよし。こっから本気やな。こっからやな。じゃあ次こちらでいきたいと思います。うわ、何これ。ん、めっちゃ味するやん。でも、え、待って待って待って、これわかったかも。うん、わかった。うん、これそれや。かけた、みんな。はい、さあ、いきます。せーの、和牛ステーキ。俺も和風ステーキ。ごめん、終わった。焼き鳥。わ、シュガーラスク。俺もシュガーラスク。え、絶対違う。絶対違うな。シュガーラスクで。プレミアムの味した。下か、いけ、下か。下か、下か、下か、下か。それでは正解発表します。正解は、焼き鳥味です。こんなやつ、こしてくれ。焼き鳥やろ。これ焼き鳥だ。じゃゼロなったて。やばいって、連続が。もう俺すでに無人島企画よりきついねんけど。いや、早いな。無人島舐められんぞ。もう赤分かれよ、もう。それでは目隠しを外してください。はい。うん。いや、もうこれ見んでもいい。病問や。マジで。あ、そう、病問。そんな病問。病問。病で解ける問題、病問や。確かに。病問っすか。これセコクエやん。セコンズクエスチョン。病問。病問でいいや。セコンズクエスチョンやこれ。完全に病問やけどな。わかる。セカンズクエスチョン。病問。エスキュース。かけましたか、皆さん。はい。いくよ。せーの、リッチチーズ。チーズ。ちょ、ちょっと待って、危ないやつ。真ん中に。あ、絶対いかな。全くちゃう。いや、なんで分かったことあるんだよ。絶対そうだよ。わけないもん。絶対やったらいいよ、見たほうがいい。正解は、チーズ味です。普通のチーズか。そうやと思ってんな。もう少しかって俺正直。じゃあ次これでいきます。せーの、シュガーラスク。シュガーラスク味です。きたきたきた。せーの、たこ焼き、照り焼きバーガー、和牛ステーキ、野菜サラダ。せーの、和牛ステーキ。マジか、照り焼きバーガー、サラミ、サラミ、明太子ではあるもん。じゃあもう言っていいっすか。うん、舌乗せてあの歯使わずに全部溶けたらプレミアム。おお、だからその上顎とかでこうジュッってなったもん。もうやそれぐらい柔らかいのが。ええ、まあ犬と同じ飼育の仕方するわ。今のは明太子。明太子。ごめんごめん、なんで猿が犬に教えてんの。次これでいきます。はい、なんやなんや。これ分かった。それでは目隠しを外してください。もう目隠しが柔らかくは俺も。いや、おもろそう。おもろいもん。かけましたね、皆さん。せーの、プレミアム湯たん塩。湯たん塩。あっ、プレミアムの牛タン、わさびがすごい。正解は牛タン塩です。あ、ほらほら、あ、ほら、なんで蓋されてる。プレミアムはすぐ溶けるんだよ。こいつなんだ、何やで。ごめん、俺黙って当てとくわ、これは。こっから味覚えたから。俺も絶メモリーに刻んでるからね。絶メモリーって何。絶メモリー。ちなみに絶メモリーは何ギガバイトなってるの。512ギガバイト。 AI もめっちゃ入る。次こちらでいきます。
実家のような安心感ですもん。だけよ。ただいま。泣かしてくれるやん。ただいま。書けました。はい、はい、せーの、コーンポタージュ。正解はコーンポタージュ味です。さあ、こっから全開です。オッケーオッケー。続いてこちらでいきます。え、これええの。まあ行くか。ここへ来てスタッフどうした。確かに簡単なの。最後にやらせてくれんな、これ。行くよ、せーの、エビマヨ。エビマヨには感じられない。マヨネーズが、マヨネーズが、うん、正解はエビマヨネーズ。やっと来た、この景色。やっと来た、この景色。やっと来た。よっしゃ、最後は絶対。これもうめっちゃ怖いわ。うわ、頼む。こちらでいきます。なんや、紫のパッケージが見えた。いや、ええの、そんなん。うわー、もうあかんやん。むずいのやな。あかんやん、むずいのやん。マジガチります。もうな、どっちかやねん、どっちかやねん。2個まで絞れてます。あ、俺もや。あ、これじゃね。俺も、思った。2個まで絞れてんねん。オッケー、これ。俺もこれにする。絶対これや。かけましたか、皆さん。はい、はい、3回目、これ正解したら企画終了。はい、うん、せーの、サラミー。ペロ。あー、もう思ったけどね。えぐい。もう照り焼き。これ照り焼きなわけないやろ。ねしっかやろ。だって分かんねえもん。正解はサラミちゃん、これサラミ味です。終われた、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 終わ、簡単や。うん、うん、オッケーオッケーオッケー。これはわかるでしょう。よういけんな、お前。かけた。はい、せーの、チーズ。チーズ。あかんわ、納豆はネバネバしてる。納豆ネバネバしてる。正解はチーズ味です。あ、そしたらなんかプレミアムは分かるわ。なるほど、ね、オッケーオッケーオッケー。ネバネバ、納豆はネバネバ。納豆言われたら納豆は、納豆はすごいネバネバ。納豆はネバネバ。納豆はネバネバ。じゃあ次こちらでいきます。今のに最後分かったとこ。あ、オッケーオッケー。おもろいやん。両思え。うん、あ、出た。マジ分かった。せーの、納豆。これが納豆か。よし、正解は納豆味です。ありがとうございます。ペロさん、はい、納豆はネバネバ。なんでこれ渋い。なんで渋い。ネバネバ。続いてこちらでいきます。まずなんやこれ。ないやろこれ。ないなこれ。ないなこれ。俺これ逃げたらもしかしたら俺も神になれるかもしれない。俺もうまい神になれるかもしれない。これやってたら俺はうまい神になるわ。せーの、焼き鳥。はい、海苔塩。野菜サラダ。海苔塩。あ、もうノットうまいもん。ここは何をしてんの。その時間じゃない。そんなに。正解はもろこしです。これちゃうやん。ドライブちゃうやん。今ので全部狂ったね。え、でも何か分からんかった。俺分からんかった。待てれん。次これいきます。多分だけど、待って、これ分からん。マジでもうこれめっちゃ苦手。わっかんね。やばい、止まった。もう止まってるやん。1時間半。やばい、もっちゃるやん。サラミに終わり。まんまそう。すいません、ほんまに側面ちょっとザラついてる。あ、でもいっちゃん方に乗りしようちゃう。もう特性が分かってきたから。うん、じゃあ例えば納豆はネバネバ。明太子はちょい辛。じゃあ野菜サラダはごちゃ混ぜ。ガーテーヴヌーダンラルアコーダー。わからんって。ごちゃ混ぜ。野菜サラダごちゃ混ぜて。続いてこちらでいきます。まあ俺これならどっちか分からへんねん。あ、分かった。いや、もうほんまびっくりすることで言っていい。味せえへんかった。納豆ネバネバ明太子ちょい辛。
野菜サラダ。まずそば。まずそばじゃない。ただのお前今食いたいやつ。かけましたか。はい。せーの、ドン。たこ焼き。たこ焼きか。とんかつソース。あ、どっちか迷ってん。正解は。とんかつソース味です。ありがとう。あーこれだ。さっきも同じミスした。でもとんかつソースの味わかった。いや、続いてこちらでいきます。これやこれあれやろ。せーの、たこ焼き。たこ焼き味です。よいしょ。なるほどな。せーの、プレミアチーズ。プレミアチーズ。プレミアムうまい。よし、負けた負けた。うまい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 。よっしゃ。さあラストや。ラストラスト。もうほんま、さっきはごめんな。ほんま決めるわ。それでは続いてこちらでいきたい。マジでラスト。マジで決めよう。余裕っす。マジで。そのまま始めようか。それでは目隠しを外してください。ああ、わかった。変な特技身についてもうたやん。全部わかってまうわ。ごめん、わからん。いや、ほんとに。いやいやいや、わかるって。見ましたか。はい、いくよ。ラスト、せーの、野菜サラダ。そうか、サラミ。うわ、照り焼き。絶対野菜サラダや。そうやな。あ、俺野菜サラダ。自信満々やわ。もう 100% 合ってるこれ。なんで野菜サラダ。すごい。野菜サラダ。それでは正解発表させていただきます。正解は野菜サラダ味です。うまい。すげえ。すげえ。うまいし、うまいし。野菜サラダか。サラミサラダか。近やってんな。お前それ、近やってんな。とんでもない特技やろお前。マジで。マジか。みんな今のは野菜サラダの味を覚えて。ごちゃ混ぜや。やっぱごちゃ混ぜやんな。そうやね。続いてこちらでいきます。レモン。レモン味です。よっしゃ。こちらでいきます。エビマヨ。エビマヨ。エビマヨネーズ味です。オッケー。ここなんよな。ここなんよ。なんか1日から大丈夫。お前ら今までやってきたことしっかり。うまいシーン。こちらでいきます。何でくんね。ラストどうで。楽勝。マジか。それでは目隠しを外してください。うん、これは楽勝でしょ。もう行こうぜ。全部思い出して出し方とか。うまいシーンは分かってんの。完璧。これしか考えられへん。いやでも僕も多分うまいシーンと一緒っす。マジか。シンと一緒やったな。シンか。 NK とはこれ。うまいシンと一緒っていう。ちょ、NHK でやってる。一つずつ出す。じゃあラスト。うわ、面白いな。じゃあうまいシンから。うまいシン。うまいシン。お茶わかんもいい。いきます。サラミ。サラミ。焼き鳥。焼き鳥。焼き鳥じゃない。牛タン。牛タン。ああ、もうもう。いや、わかるで。これがサラミ。これめっちゃ安心してもう。それでは正解発表します。正解は牛タン塩です。うわ、俺も名前やって。俺も待って。牛タン塩。あれだ、牛タン塩分かった。ちょっと酸っぱい。ほんで牛タンめっちゃはずいよ。なんだうまいし。確かにうまいし。なんだ、なんだ。いや、牛タン塩はちょっと酸っぱいよこれ。で、焼き鳥甘い。で、照り焼きととんかつソースとは全部一緒の味。あかんやん。続いてこちらでいきます。ありがとう。なあ、泣きそう。泣きそう。いくぞ。もう出たい。せーの、コーンポタージュ。正解はコーンポタージュ味です。もう分かってるんで。もう分かってるし。こっからや。続いてこちらでいきます。怖い。前からもうすぐ分かるわ。ほんなありがとう。めっちゃ可愛いやん。待って、めっちゃ可愛い。みんな書けましたか。うん。せーの、納豆。正解は納豆味です。よし、あぶるかれ。納豆はネバネバ。キモイタイコはちょいから。野菜サラダはごちゃまぜ。正解。ここええなぁ。これ味もっかんなんだな。こちらでいきます。ほんまろ。これめっちゃおもろいじゃん。あ、これめっちゃおもろいじゃん。サラダ目隠しを外してください。おもろ。これおもろいじゃん。もうあれやん。これいったんちゃう。みんなあれにしか感じない。これいったんちゃう。俺ももう俺はこいつにしか感じへんくなってもった。俺もこいつ。これやろ。これで頼むわ。これで終わらせてくれ。じゃあラスト僕からいっていいですか。いいよ。野菜サラダ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 。やった。
ごめん、悩まされたけど。悩まされた。けど悩まされたってことはやりたいこと似てんねん。それではいきます。正解は絶対待ってな。野菜サラダ。長かったこれ。野菜サラダやんけど。しゃー。ピラリン2時間ちょい。明太子と迷うわ。納豆はネバネバ。ネバネバ。明太子はちょい辛。野菜サラダはごちゃ混ぜ。Oh, no! Oh, 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 no!